ね、やっぱり勝つ人が必要なんで、すごい重要なところですよね。ですよね、はい。でもこの長い耐久レースだからがゆえに、やっぱりこういう難しさって生まれてくると思うんですが、岡田さん、この今年の8歳をね、はい、まあ、スタートからずっと多分見られてるとは思うんですが、はい、振り返ってみて、今ここまでの流れっていうのは、どういうふうにお感じになってますか？そうですね、まあ、去年の、吉村の速さが、まあ、すごく目立った8歳だったんですけども、今年の、まあ、新しくなった CBR 戦ですよね、はいはい、よくここまでね、まあ、新しいバイクですよ、しかももうすでに何て言うんでしょう、離してたわけじゃないですか、はい、ドライコンでしょうね、はい、やっぱりその辺はホンダの力というか、バランスをとってうまくね仕上げてきたなって感じですね。確かに全日本を僕らも見てますけど、開幕戦からニューマシーンが本当にちょっと心配になっちゃうぐらい、はい、これで大丈夫なんですかっていう、8歳まで行ってっていうぐらいの心配をちょっと僕覚えた記憶があるんですが、はい、もう嘘のようにそのやっぱりすごいテストしたんでしょうね。そうですね、やっぱりそのワールドスーパーバイクでもね、なかなか勝てない、まあ、チェカが勝ったぐらいからね、やっぱりそのマシンのポテンシャルが出てきたと思うんですけども、その辺はホンダの力じゃないでしょうかね、対応力というか、はい、ただまあ可愛がってるライダーの一人だと思うんですが、はい、まあ、兄貴みたいな存在なんで、はい、清成選手がああいうその素晴らしい走りでしたよね、ワンスティント目は。そうですね、まあ、本人と走り終わってからね、話したんですけど、あ、そうですか、はいはい、ちょっとやっぱりきついかなっていう感じはしたらしいんですけども、でもなんか体力的には全然問題ない、もうケロッとしてました。そうですか、はい、ただそのやっぱりあれだけの競ったレースっていうのは相当きつかった、はい、やっぱりきついって言ってました本人も、そのタイム8秒やっぱりあの暑さですからね、結構そのタイヤの限界って急激にその温度で変わってきますから、その辺の難しさっていうのがありますよね、はい、でも本当に割とギリギリのところというか、もうエッジのところっていうかね、本当ちょっと一寸先は闇よっていうギリギリのところで攻めてるっていうのがなんかこう画面からもビンビン伝わってきたんで、はい、その清成選手のそのライディングの凄さっていうのを改めてちょっとファーストスティントではやっぱりその、あれですね、海外に行って、まあ、今年初めてのコースが多いと思うんですけども、やっぱりそこで揉まれてるところで地元に帰ってきて、やっぱり強さっていうか、また去年よりもさらに強さがこう増したんじゃないかなっていうのはありますね、はい、それはやっぱりお会いになっても話してても、そしてもちろんライディングを見てもいろんなところで伝わってきますか？すごいね、会話も落ち着いてますし、雰囲気がやっぱり全然違いますね、オーラがちょっと出てきたというか、なんかこう、なんていうのね、こう研ぎ澄まされたような、なんかそんな感じに見えましたけどね、あんまりいいように言い過ぎですかね。いや、まあ、褒めて伸ばすという、いけない、今走ってる時に言えばよかったんですね。そしたら本人聞こえずにそのまま、今多分聞いてるとちょっと有頂天になっちゃう。そうですね、多分見てると思うので、そうあんまり言わない方がいいですね。でもこの今日みたいなこれだけ暑い天気の中で、はい、ワンスティントワンスティントこう積み重なっていくと、ライダーの疲労っていう部分をすごく僕は心配なんですけども、はい、今多分清成選手も休んでると思いますが、はい、どういう風に見てます？やっぱりそうですね、点滴とか僕ら結構使ってたんですけど、はい、今は使えないじゃないですか、レーションから全然やっぱり違いますね、疲労度が。やっぱ体の中から体温を下げていくのと同時にやっぱり栄養補給っていうのがあるんですけども、その辺が使えないっていうのはね、本当毎年こう今年特に暑かったですから。そうですね、厳しくなってきてますよね、まあ、今日のなんかもうスタートラインに着くまでにもう結構もうバテてるライダーいるんじゃないかっていうぐらいこの週末暑かったんで。そうですね、まあ、昨日よりは多少ね気温は下がってるにしてもやっぱり暑いですよね、うん、まあ、それだけ厳しくなってますね、はい。安田さんはどうですか、岡田さんの今までのその8歳とかね、いろいろな走りというのも見てられると思いますけども、なんかこう思い出に残る8歳とかっていうのはなんかないですか？岡田選手っていうとですね、やっぱりまあ豪傑っていう感じがするんですよね。まあ、8代こう長い歴史がありますけども、はい、まあ、日本人選手が初めて勝ったのはガードナーと組んだ徳野選手だったんですけども、まあ、その時はそのガードナーが引っ張って、はい、で、まあ、徳野さんがサポートするという形だったと思うんですね。最後はもうなんか連続スティントでなんかもう無茶な乗り方というか、ガードナーがしてたんですもんね。まあ、その後に岡田さんが勝つわけですけれども、はい、あの時はアーロンスライドと組んで勝ったんですよ、うん、確かね、はい、であの時はね、岡田選手がやっぱ引っ張ってたんですよね。うん、その日本人がね、8歳を引っ張っていったっていうのはね、
初めてだったんじゃないかなと思うんですよね。だからね、まあ、そういう意味ではあの日本人が8歳の主役にこう踊り出た最初の人間ということでいうとやっぱ岡田選手じゃないかなと思うんですよね。どうですか岡田さん、今褒めすぎですかね。褒めすぎですねお互い顔見知りなんですから、まあなんか、でもやっぱりそういうなんか自分の中での自負というか、なんかそういうっていうのはやっぱりある、はい、やっぱりライダー誰もそうだと思うんですけど、負けたくないっていう意思はあると思うんですね、はい、ただそれも運があったり、シチュエーションね、毎年毎年違いますし、バイクも変わればいろんなこうタイヤのシチュエーションもありますから、やっぱり全てが揃わないとやっぱり勝つまでにはいかないと思うんですね。だからどうなんでしょうね、難しい部分本当ありますね、レースはね、はい、はい、でも全てが揃うっていうのは、まあ、これだけの耐久で長ければ長いほど、そして暑くて過酷なほど全てが揃うっていうのって誰もが巡ってくるわけじゃなくて、本当に小さなチャンスの積み重ねというか。そうですね、で勝てるときって勝っちゃったみたいな感じですね割とそういうもんなんですか、やっぱり。去年はでも、チェカと組んで、はい、表彰台ということにはなりましたけど、まあ、届かなかったその勝利っていうのは、はい、ライダーとしてはやっぱりもちろん悔しい思いといろいろあると思いますが、まあフライングもありましたし知ったね、はい、いやあれはね、まさかと思ったんですよね。いやまあでも一番前で映ってましたからね、きっとカメラで一番前で映ってました、はいはい。岡田さんから見てね、まあ、さっきもちょっと話がかぶっちゃうかもしれませんけど、はい、今ライディングしてるそのチェカっていうライダーは、はい、どういうライダーに映ってます？本当一緒に仕事してみて、なんていうんでしょうね、熱いですね、スペイン人なんで。だけどなんか今回の今年のこのバイクの仕上がりとか、走りから方を見てるので、はい、あれこんなゆっくり安全に走ってるように見えるのに10秒台とか9秒台走ってるんですよね、やっぱそれは何でしょうね、まあ、ワールドスーパーバイクで彼が今戦ってますけども、やっぱりそのバイクと8台のバイクとまた違うんですね、でもなんかすごく貫禄が出てきたというか、一度本当はね、彼も現役を引退したいな、しようかなんて相談を受けたんですけど、でもね、やっぱり残ってて正解なんですね。今本当に生き生きしてやってますよね。確かにパドックでね、お話を聞いても我々がインタビューのマイク向けてもね、はい、もう気さくになんか冗談がバンバン出てきて、ジョークが出てきて、はい、いたずらをしたりとかね、はい、まあ、自分よりも年下でキャリアも少ない清成選手をなんか、まあ、なんていうんですか、弟のように可愛がるというか、はい、子供のように接してるというか、はい、なんかそれぐらいのリラックス感っていうのはなんかありますよね。そうですね、なんかすごく落ち着いて、2人とも落ち着いてますね。まあ、でもじゃあ去年とはちょっと違うチェカ選手が今、そうですね、いるわけだ、ここには。去年は鼻息荒かったですね。あの予選でベストタイム出したのに帰ってきた時すごかったですよ。あ、そうふがふが言ってましたね。ふがふが。もうなんかこう鼻の穴からこう出てくる煙みたいなのが、なんかボイラーの煙みたいなのが見える。はい、すごいです。あ、そうですか、はい、やっぱスペイン人だなと思いましたね。なんかあれですかね、闘牛で赤いなんかあれを見ちゃったみたいな感じですかね。はい、そうですね、布を見ちゃって、はい、あ、1台これはマシン止めてますが、57番、逆バンクのところですね、1台ゼッケンナンバー57マシンを止めています。こちら、はい、チーム LTG57 です。その57番にはトラブルを示す、今レッドオレンジディスクが振られています。さて、今ですね、スタートから4時間をもうそろそろ迎えようかというところで、100周を完了しています。トップ今これで101周目、チェカが間もなく完了しようというところですね。トップゼッケンナンバー11番、ドリームホンダレーシングチームカルロス・チェカが現在は100周を完了して間もなく101周完了。ピエさん、はい、どうぞ。やはりですね、ここ10分ほど前からレインタイヤ装着したマシンが続々とピットインしてスイープに変えています。で、先ほど71番の、桜井ホンダ、はい、リアタイヤ見てみたんですが、やはりですね、かなりこうドロドロですね、もうレインタイヤは。そうでしょうね、はい、結果的にはやはりこのまま走った方が正解ということに今の段階ではなったのかもしれませんね。そうですね、分かりました。まあ、その時その時でベストベストということでチョイスをしていくんでしょうけれども、残念ながら裏目にはまってしまったということもあるようです。2番手には34番加賀山幸雄、一旦はトップに立ったんですが、残念な1コーナーでのハイスピードの転倒というのがありましたが、まだでも2分18秒台がこの状況でチェカと対等に出せているということが、あっとっとっと、200R の試験で1台まっすぐ行ってますが、マシン止めますね。
200R の試験員の